犬好き犬大の皆さん、こんにちは。雑誌犬の気持ち猫の気持ち副編集長の持田です。今回はですね、犬の気持ち塾と題しまして、犬についてのさまざまなことを皆さんと楽しく学んでいきたいというふうに思っています。もう少し詳しく聞きたいとかですね、こんなところわからなかった、もっと聞きたいよみたいなところはぜひぜひ、コメント欄にお願いします。皆様と一緒に楽しく作っていきたいと思っております。それでは今回のテーマ、早速なんですが、犬の睡眠について勉強していきたいと思います。暑くなってくるとですね、寝苦しいとかですね、寒い時はなかなかベッドから出られないとか、人間でもあると思うんですが、ワンちゃんもそんなことあるんじゃないでしょうか。はい、それではですね、いきなりなんですが、犬の気持ちクイズをいきたいと思います。犬の1日の平均睡眠時間は何時間ぐらいでしょうか。はい、1、5から6時間、2、8から10時間、3、12から15時間。はい、さてどれでしょうか。いかがですか、犬の睡眠時間どのくらいだと思いますか。15時間。なるほど、正解です。あ、はい、答えは3番の12から15時間です。犬はですね、活発に動いていくイメージもあるんですが、実はですね、人よりも睡眠時間が長くて、1日の半分以上は寝ているというふうに言われています。子犬とか成犬とかですね、シニアとか年齢によっても違いますし、個体差もあるんですが、犬の睡眠時間が長いというところをまず覚えておいていただきたいと思います。ちなみにですね、ノンレム睡眠とかレム睡眠という言葉を聞いたことはありますでしょうか。ノンレム睡眠というのは、脳を休める睡眠のことで深い眠りなんですね。で、一方でレム睡眠というのが体を休める睡眠なんですが、これは眠りが浅いというふうに言われておりまして、犬についてはほとんどがですね、レム睡眠、約8割がレム睡眠と言われているので、実は眠りが浅いということが分かっています。皆様のワンちゃんもですね、ちょっとした物音で起きたりとか、そういうことないでしょうか。それはですね、犬の眠りが浅いからということが言えます。いずれにしましてもですね、長時間犬は寝ますので、寝場所の環境を整えて快適に眠らせてあげるといいと思いますので、今日はそこら辺の秘密を探っていきたいと思っています。ではワンちゃん、室内ではどこに眠るのが一番いいでしょうか。どの辺に眠るのがいいと思いますか。涼しいところにはいてほしいですね。なるほど、はい。おすすめはですね、ケージやクレートっていうところがいいというふうに思います。狭い場所で寝かせるのってちょっとかわいそうじゃないかみたいなことが思うかもしれないんですが、犬は縄張り意識が強くてですね、テリトリーを守りたいっていう動物ですので、広々とした空間よりもむしろ狭い方が落ち着くというふうに言われています。クレートがおすすめな理由としましては、例えば動物病院に連れて行ける時に便利ということもありますし、災害の時にですね、愛犬の体を守ってもらえる、あとはそのままですね、避難ということがもし万が一ある場合はそのまま連れて行ける、で、その避難所でも生活できるということもありますので、慣らしていくのも一ついい手かなというふうには思います。眠る場所はですね、コロコロ変えるのではなくて、一定の場所で落ち着ける場所を作ってあげるのがいいと思います。それが犬の快適な睡眠につながりますので、覚えておいてください。飼い主さんが愛犬と一緒に寝るというのはよく聞かれるんですが、それは OK でしょうか。どうですか、愛犬と一緒に寝たいです。寝たいですよね、うん、はい、私もですね、寝たくて本当に毎日実は寝てるんですけれども、一つでも注意していただきたいのが、病気や怪我のリスクがあるっていうところだけは覚えておいてください。例えばですね、小型犬でしたら寝返りを打った時に潰してしまうかもしれませんし、口や肛門を触ることでですね、人獣共通の感染症ですね、人も動物もかかるという感染症にもかかってしまう可能性もありますし、あとはですね、布団の周りのものがいろいろある場合は、誤飲にもつながるというところがありますので、こういった事故や病気みたいなところに対処できないという不安がある場合はやめておいた方がいいかもしれないです。それでは寝場所を作るのはどんなところがいいのでしょうか。寝床のすぐそばをですね、人が通ったり、物音がするところは落ち着かないのでやめておいた方がいいと思います。そこでおすすめの場所は3つポイントがあります。1つ目はリビングなど周囲を見渡せる場所、2つ目は人の動線から離れている場所で、3つ目が音や気配が感じられないですね、場所がいいと思います。逆にですね、 NG の場所なんですけれども、直射日光が当たる窓辺ですね、これはずっと光が当たっていると熱中症にもなってしまうかもしれないです。あとはエアコンの風が直接当たる場所、これはですね、あまり良くありません。体温調節ができなかったり、ちょっと病気、体調不良の原因にもなりますので、気をつけてください。あとはですね、テレビの横だったりトイレの横の音がする場所、うるさい場所は落ち着かないので避けてあげるといいと思います。あとコードや配線がある場所ですね、これ辺もですね、足に絡まったり、場合によっては噛んじゃったりっていうこともあるので、ここら辺もお勧めできないというふうに思います。ではですね、季節によって寝床を注意するところというのはあるのでしょうか。
どこかあると思いますか？涼しいところ。涼しいところですね。また涼しいところですが、実はそんなに外れてません。はい、夏の場合はやはりエアコンを26度の設定にしていただいて、快適な温度を保っていただくということが一つあると思います。あとはですね、ペットショップとかホームセンターでペット用のですね、涼しい素材の、ベッドだったりシートみたいなものがありますので、そういったものを活用いただくのも手かなというふうに思います。冬の場合はですね、ワンちゃん寒さに強いというふうに思われがちなんですが、暖かい地域にルーツがある犬種などは寒さに弱いことがありますので、気をつけてほしいと思います。暖房をつけてもらったり、ペット用のヒーターマットだったり、あとはですね、寝かせているケージやクレートの上に毛布をかけるみたいな工夫もいいと思います。犬の睡眠についていかがだったでしょうか？愛犬の快適な睡眠のためにもですね、寝床の位置をしっかり決めてあげるのが重要なんですが、とはいえ愛犬が本当にですね、リラックスして落ち着ける場所っていうところが一番重要ですので、日頃から飼い主さんが見てあげるといいと思います。個体によってはですね、ケージやクレートがストレスになる場合もありますので、様子を見ながら愛犬にぴったりの寝床を作ってあげるといいですね。はい、今回ご紹介した内容は概要欄にも詳しく載ってますので、ぜひ参考にしてください。犬の気持ちウェブマガジンでは、次回の犬の気持ち塾のテーマも募集中ですので、ぜひ概要欄をご覧になってどしどしご応募ください。はい、それでは本日の犬の気持ち塾、犬の睡眠についてはこちらで終了です。終わりました？これ犬ですか？はい、千葉県。千葉県、そっくりですね。はい、それでは、本日はありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。